はい、今回はなんとゲストにタレントの近藤千尋さんに来ていただきました。こちらでーす。嬉しい。よろしくお願いします。やっと呼んでくれた。いやもう本当に見たかったんですけどね。ありがとうございます。実は今回ちびちゃんと一緒にセルフケアグッズを発売することになったんです。そうなんです。念願の。はい、ありがとうございます。実はちびちゃんは、うん、もう僕のお店にかれこれでも1年以上も通わせていただいてて、肩こりとかがひどくなるともうまず、はい、内山先生の顔がワン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 って浮かんで、あ、はい、そろそろ行かないとってなるんです。はい、ありがとうございます。 それぐらいお世話になってます。でも本当に忙しいからやっぱり来たいタイミングとかね、うん、なかなか来れないのが現状で、そうですね、自分でできるケアってなんかないのみたいな話になったんですよね、うん、はい、やっぱりセルフケアって正直どうですか？もうめんどくさいし、はい、あと美容のグッズって溢れてて何を使っていいかもわかんないし、はい、とにかく子育てしてるんですけど今、はい、子供が2人おりまして、うんうん、でお腹に今第3子を妊娠中なんですけど、ありがとうございます。そうなるともう自分の時間っていうのをなかなか取るのが厳しくて、うんうん、そんな時にちょっと簡単に、はい、毎日続けれる簡単なセルフケアないですか、はい、って相談したところを、はい、今回グッズを僕が監修という形で、うん、ちびちゃんが本当に欲しい、セルフケアできるものを一緒に開発しましょうということになって、今回ね、ムック本という形で、はい、販売することになりました。はい、実際に商品こちらになります。です。はい、これね、もう本当にもうめちゃくちゃ考えて作ったんですけど、いや、傘にしか見えないカメラ。確かにそうなんですけど、ここはめっちゃ重要ですから。これ重要。はい、これムック本っていうことなので、うんうん、本の中に入ってるんですよ。はい、だからこれは収納できて持ち運びにも便利なので、そこがまずすごい。まずそこすごいですね。うん、はい、軽いし、ただ組み立てるときちょっと固めでしたね。あ、はい、でもそんなの全然大丈夫、ね、でグッて入れてもらえば大丈夫です、はい、この本当に商品の特徴なんですけど、まず全身に使います。最高。はい、なんか肩だけとか足だけとか、うんうん、部分的な美容グッズってたくさんあるけど、はい、全身使えるってすごいですよね。いや本当にね、そこがねまずね第一番特徴ですね、うん、はい、そしてやっぱセルフケアってどうしてもこう力がいるとか面倒くさいとかあると思うんですけど、うん、もうとにかく力をいらずに、効果が出るものっていうことで開発しました。ありがたい。もう、はい、女心分かってますな。ありがとうございます。ありがとうございます。普段から結構せっかちで時間ない時間ないって言ってるんですけど、はい、そうすると本当にケアしなくなって3日は頑張るんだけど、うん、そっからやらなくなってたりしません？皆さんも。いや、それもすると思います。はい、だけどこれに出会ってからなんかいろんな方法で使えるから、こう、え、これもいけんじゃない？あ、もいけんじゃないってなって3日以上経ったんです、ちゃんと。あ、いや素晴らしいですね。そう、はい、これなら続けれると思いました。実際どんな感じで使うかやっていきたいと思います、はい。ちびちゃん特に辛いとこあります？いやもう首。やっぱ首ですか。もうずっとなんですけど、これは、はい、特に妊娠してから座りとかが結構あったので、はい、もう姿勢がね、こう常にふーみたいな、そうですよね、こう肩が内巻きになって首が前に出る感じ、うんうんうん、でこうすると首めちゃくちゃなんか凝っちゃって、はい、自分でこうやってストレッチするんですけど、なんかあんまり改善されてる気がしない。わかりました。今ちなみにこう首左右で横に倒して、うん、どっちがこう突っ張るなとかってあります？でも左なんです。そしたらあのこれやっちゃいましょうか。ローラー使って、あ、これね、はい、皆さん、左が辛かったら左の首、特に耳の後ろと後頭部、そう、そのあたりをローラーでこうゴリゴリするだけです。はい、そう、これね、しかもね、結構効くんですよ、ここの部分が。効く。はい、で、実はこのローラーって、今、ちっちゃいの真ん中じゃないですか。これ、刺激強いのが欲しいっていう人用に、この出っ張った部分を真ん中にすることもできます。あ、組み替えれますもんね。そうそうそう、組み替えて使うこともできるので、まあ、でもね、これでも十分、今、結構効きますよね。十分。はい、しかもこう女性ってこうグッて力入れるの疲れちゃうから、はい、この体操だけでも全然ね、そうそう、力が入る。上下にね動かすだけで、うん、結構刺激はねしっかり入るので、うん、はい、これもねおすすめです。こんなのね本当テレビ見ながらとか、いや本当ですよ、ね、はい、できますもんね。ちょっと移動中とかにもいいですよね。あ、確かにそうですね、うん、OK です。これでまた首左右横に倒してもらって、
これだけでも結構変わりません？違う、はい、右の方が生きづらくなっちゃった。やばい、右入れないと。そう、もう本当に、ね、全然違う。こんな短時間でもしっかり効果出るし、特にこの S 字のね、いいっすかこれ。本当に動きます。本当に動きます。でこの S 字のフックの部分とかは、うん、結構セルフケアと届かない、こう肩甲骨の間ね、こういうところもしっかり押せますので、はい、いつもね、内山先生に整体をしてもらうとき肩甲骨をね、もうゴリゴリに動かしてくれるんです。でもあれを一人でやろうと思ったら、うん、よくね、現場とかにあるパイプ椅子とかにやこう私こう背中をつけてこうやってやってるんですけど、はい、届かないの、なかなかね、うまく入らないですよね。そうなんです、この手があった。はい、もうぜひね、この S 字フックのところで使ってください。はい、そしてこの商品、発売が4月の23日の火曜日になるんですけど、実はもう予約も始まっていて、はい、Amazon や楽天ブック、宝島チャンネルで、予約することができます。ぜひこちら下のね、概要欄のところで、予約受け付けてますので、 URL クリックしてみてください。いや、今回このムック本の題名が美容整体の内山先生監修、近藤千尋が本当に美味しかったポリほぐしローラーっていう、もうそのまま本当ね、もう直球なタイトルですね。直球のタイトルだから、本屋さんとかでね、見つけた時にこれだってなって、皆さんちょっとでも多くの人が手に取っていただいて、本当に肩こりだったりとか全身の疲れがね、少しでも楽になれば嬉しいなと思ってます。なんか子育て世代だけじゃなくて、もう本当に日頃が頑張ってるね、もう新生活でやっぱり体が常に緊張して疲れちゃうって方にも本当におすすめなので、はい、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしくお願いします。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。